池谷市は日本の氏族の一つ。静岡県に最も多く、ついで神奈川県、東京都に多い、大井川や鶴見川などの河川流域に多い名字。池谷の名字がいつ頃から使用されたか定かではないが、湿地帯の茅から池谷となり、茅に谷の字が当てられ、大井川、鶴見川流域集落で名字として使用されるようになった。池谷、 池の谷と表記する名字もある。様々な読み方も派生した。八重洲の市の指定文化財、徳川家康交渉義末跡によると、徳川家康が高狩りの際、旧大井川町の総高予感、池ヶ谷聖江門家で休憩したとの記録があることから、少なくとも17世紀には池ヶ谷の字は使われていたようである。また、港北区市では、江戸時代に横浜市綱島地区で、 高狩りの役職である野回り役に、池谷十兵衛が選ばれ名字立分けを許されたと記されている。高狩りを通じて、池谷家は徳川家と少なからず縁があったようで、江戸幕府のご家人に取り立てられた者も,もいる。幕末の静岡や神奈川の記録では、農家から武家に至るまで幅広く、池谷姓があり、かつ改修の協力者として、商華や旗本などにも池谷氏が参見される。 明治に入ると、港湾設備を多く抱える土地柄、また、かつ改修の影響等もあり、土木、建築等の留学生の名目で、池谷市の中には、アメリカ合衆国など海外へ渡航する者もいた。ありがとうございます。